速稼塾の久保です。隠居して4年5年になりますかね。毎日暇なんで国会答弁をねずっと見てるんですけども、いやーこれねよく見てみるとすごく面白い。特にね今回小川淳也さんという方がいるのを私初めて知りましたけども、この方のねあの答弁といいますか演説というか、もうなんか痺れますね。こういうふうに政治家ってのはあってほしいなと思いました。あのもちろんこの方のことを私知りませんし、切り取ったとこだけを見て私はこういう評価をしてるのかもしれません。でもねこれから始まる10分ほどのトークをね聞いていただければ、質問を聞いていただければ本当に感動するんじゃないかなと思います。私はこういう方にね国会をお任せしたいし、こういう方についていきたいと思っております。まあ何もわからない私ですけども、感じることをこのまま喋らせていただきました。それでは小川淳也さんの質疑をどうぞ。はい、ごめんなさい。まあなかなか予想はしてたとはいえ、やっぱり相当不都合なんでしょうね、このゼロ回答。これ倒れるんでしょ、答弁したら。政権が見積もり書が出てきたら大変なことになるんでしょ。まあ、先ほど自民党とホテルとのやり取りお尋ねしたんですが、私これ本当にあの自分の価値は抜きにして申し訳なきゃいけないと思ってるんですけども、今回この ANA ホテルは私誰に盾ついてるわけでもない、誰の肩を持ってるわけでもないと思ってるんですね。まさに淡々と真実を、文書という自らが責任を負う形で対外的に発信してるんです。この姿勢が今みたいなご時世ですから、私本当に希望だと思ってるんですよ。別にね野党の味方なんてしたくする必要全くないし、かといってこれどうですか日本中、まあそれは政権の側からすれば統治がうまくいってるという自画自賛かもしれない。私ねまあちょっと立場わきまえずに申し上げますが、官房長官の手腕には一目も二目も置いてますよ。本当にそれは私だけじゃないでしょう。ここにいる委員の先生方、麻生財務大臣もそうだと思いますよ。でもね官房長官、ちょっと若気の怒りで申し上げさせていただきたいんですが、元の後藤田正春先生とか野中弘先生とか梶山清六先生とか、まさに異彩を放った官房長官でいらっしゃいますね。政権運営においても巧みだったと思う。しかしもうちょっとなんて言うんですか、どっかにね政権の都合と社会の規範との間でもっともがき苦しんでる先輩方だったんじゃないですか。私は菅義偉という人はそれができる人だと思いますよ。完全に魂まで政権運営に身を打ってしまったら何が残るんですか。この長期政権の秘密だけが残るんですか。日本のこの社会のモラルを私はある種崩壊させながらこの政権は最強に立ってると思ってる。それが正せるとしたら、いや全責任最終責任は安倍晋三先生にありますよ。しかし正せるのは菅義偉であなたしかいないじゃないですか。全部何でもかんでも政権の都合で魂まで入院するような状況だったら何のために政治家になったんですか。そういう話にもいかない。その前提でぜひご答弁をいただきたいわけです。最後に私これも騙されてたんです、おととい。なので今日はそれきちんとお聞きしたいと思ってるんですが、辻元議員のメールによる4つの質問に対する回答はこれは一般論じゃないんですよね。まあ、途中から川内先生が穏やかに不規則発言され始めて私も気づいたんですけど、これはね一般論じゃないんですよ。ホテルにある種ルールを聞いてるとか方針を聞いてるわけじゃないんです。このメールはね2013年から19年までの7年間に行われたパーティーや宴会全件についてどうだったかと聞いてるんです。したがって確かに範囲は広い、件数も多いでしょう。しかし明確に特定され、明確に個別的で明確に具体的なんですよ。この範疇の中にこの7年間の宴会パーティーは全て入ってる。これに対してホテル側は明確に文書で責任を持って回答してるわけです。ということは有意な反証を物証を持ってできない場合、安倍後援会前夜祭はその範疇に含まれるということになります。例外ではないということになります。安倍事務所の前夜祭が個別にこうでしたという回答をもらう必要ないんです。我々13年から19年の7年間行われた全ての宴会でどうだったか、明細書で特別扱いしたことはありません、白紙の領収書を出したこともありません、参加者一人一人から直接お金を受け取るというようなこともありませんと明確に回答しています。範囲が広いことをいいことに、あたかも一般論制度論方針論を聞いたかのように論点をすり替え、安倍後援会の行事が例外だと言わんばかりの答弁はこれはまさに欺瞞である、言い逃れでしかない。きちんと書面を持って具体的に反証できない限り、安倍後援会の行事は辻元議員指摘の13年から19年の7年間に行われた宴会のうちの一つであり確実に、したがって例外なく回答しているホテルのしきたり通りに行われた。したがって総理の答弁は物証が出てくれば別です、私たちも納得します。物証が出てこないだけの口先だけのたとえ国会とはいえ答弁ではとても納得できないし、これは例外に当たらない、例外に該当しない、原則通りに行われた宴会であると言わざるを得ないと思います。一旦ちょっとここで官房長官の見解を求めたいと思います。内閣官房長官菅義偉君。この点につきましても総理が2月17日の予算委員会のこの場で答弁した通りであり、ホテル側は辻元議員にあくまで一般論でお答えをしたものというふうに認識しています。小川淳也、その認識が間違っていると申し上げているわけですね。範囲が広いことは事実です。しかし7年間の全件について聞いて全件について回答いただいています。したがっていかに広い網の目といえどもそのどっかにあるわけです。安倍今回の前夜祭はこれは全くもって説明になってない、立証文書証拠処理これが提示されない限り
全くもって誰も納得しないでしょうね。と思いますよ。政治資金規正法に違反をし、公職選挙法に違反をする疑いは、辻元議員が提示したメール、そしてこの間3日間のやり取りを見ても、これは晴れるどころか、晴れたどころか、ますますその疑いは濃厚になってる。説明できないんですよ、繰り返しますがね。やったら破綻するんでしょ、政権が。そのぐらいのことなんだと思いますよ。まあ、お昼過ぎましたので、そろそろやめたいと思いますが、改めて、これ残念ながら続くでしょうね、この議論は。出てこないんですから、納得させる材料が。残念ながら、このやり取りは続かざるを得ない。本当に、それは国益の観点からすればどうかと思いますよね。しかし、政権の姿勢がこうである以上、総理の姿勢がこうである以上、またこれ、ちょっと私 もう演説みたいになりますがね、まあ、公文書からなんかむちゃくちゃなんですよ、これ、管理も、廃棄も。検察の人事もむちゃくちゃだ。まあ、遡れば安保法制から始まって、やっぱりこの政権は、自分たちは法令より上位にいるんですよね。政権の都合が最優先なんですよ。これに法令や憲法を従わしめてる。とんでもない勘違いだと思いますよ。説明を求められても、文書は出さないし、捨てるし、説得力がある、納得感のある証拠はないし、まあ、それですり抜けてきたからそうなってるんでしょうね。もちろん我々野党にも責任があるんでしょう。しかし、この公的行事なり、あるいは公文書管理なり、まあ、今日のご説明いただいたご説明も、全く納得いきませんし、むしろ答えられないんだと、答えたら政権が倒れかねないぐらいの話だという心象を持ちました。そのことを、まあ、厳しく受け止めていただくようにお願い申し上げまして、ひとまず質疑を終えたいと思います。ありがとうございました。